サルトプスソレトパスは恐竜系類に属する絶滅した爬虫類の一つ。全長80から100センチメートルで山畳気候機のスコットランドに生息した。ウィリアムテイラーによってローシマウズウエストイーストクオーリスで発見された。タイプ種ソレトパスエルジネンシスは1910年フリードリヒホンヒューネによって命名、記載された。名はラテン語。 セルタレ、古代ギリシア語、パイに由来し、首相名は産地近くのトシエルギンに由来する。ホロタイプナマック R3915 は、ローシマウズサンドストームフォーメーションから算出したもので、あり、脊柱の一部、前肢、甲肢、骨盤を含む、部分骨格であるが、頭骨を欠く。多くの部分はお姿として保存されており、残っている骨は、わずかだった。現在まで、 保存状態の良い標本は得られていない。肉食性。骨は鳥のように中空で、体重は 1kg 程度と推定されている。全長の大部分は尻尾であり、体は猫くらいの大きさだった。関連する化石から推測すると、長い頭部と多くの鋭い歯を持っていたとみられる。手は5本指で、第4.5指は小さい。2011年、腹記載に反し、 仙骨が4個ではなく2個の脊椎から構成されるという祖先的な形質が明らかになった。かつてはヘレラサウルス化に近縁な住脚類と考えられていたが、この分類は標本が断片的であるために否定された。グレゴリーエスポールなどの研究者は本種をコエロフィシス化住脚類の様体だと考えた。2000年、ルーフートとハンガーブーラーは本種は 真の恐竜ではなく、ラゴスクスに近縁な恐竜系類だと結論した。マイケル・ベントンは、アロック・ウォーカーの研究を引き継ぎ、2011年、本種はプセウドラゴスクスより、派生的な恐竜系類で、シレサウルスカと恐竜を含むクレードの姉妹群になると結論した。ありがとうございます。